はい、どうもこんにちは。ピアノ男爵じゃなくて、元ピアノ男爵のゆうすけです。さあ、今日は、ピアノの奏法について、独学では知り得なかったこと3選というトピックでお話ししたいと思います。私自身も、独学でピアノを再開したということもあって、このチャンネル名でも、独学勢を支援というふうに銘打って、やらせてもらってるんですけれども、私の場合、その後、ちゃんとレッスンを受け直して、そして、音大に進学して、という経験を踏まえて、で、今改めて振り返ってみると、独学時代にはやっぱり知らなかったこと、わからなかったこと多かったなというふうに思うんですよね。今日は、そんな中から、3つ、紹介したいと思います。では、まず、1つ目が、スラーの弾き方について、楽譜上では、このように示されている、奏法の指示ですけれども、音と音の間を開けずに、切らないようにつなげて弾きなさいという指示。それくらい当たり前に知ってるわと思った方、ちょっと落ち着いてください。私もそれくらいは知ってました。学校の音楽の教科書にも出てきますからね。ただ、このつなげて弾きなさいというのをピアノで再現、表現するためには、単に弾いた音を次の音が鳴るまで持ち続けておく、それだけじゃないですからね。なぜかというと、このピアノという楽器、下げた瞬間に最も大きな音が出て、あとはそれが減衰していくのみというような発音の仕組みの楽器なので、ぶっきらぼうに2音を続けて鳴らしたところで、あまりつながっている感というのは生まれないんですね。より丁寧なスラーのニュアンスを持たせて聞かせようと思ったら、スラーの終わりの音にかけて音が小さくなるように、また音が少し軽くなるようなニュアンスで弾かなければいけません。そのためには手首の柔軟性も不可欠ですね。私が独学で再開したばかりの頃には、まさかスラーという指示一つにそんな強弱のニュアンスまで隠れていたとは知らなかったので、初めて知った時には、でもデクレッシェンドとか別に書かれてないじゃんというふうに思いましたし、少し戸惑いましたね。さあ、続いて2つ目は和音を弾く時の音のバランスについて。このように音が3つ以上重なっていて、それらを同時に鳴らすものを和音というふうに言いますが、和音を弾くときに皆さん音のバランスというのは気をつけていますかね。これまた私が独学で再開した頃には、そんなところまでもちろん考え及んでいませんでしたし、とりあえず書かれている通りの音が全て同時にずれずになっていれば OK じゃんというふうに思っていたんですが、先に結論言ってしまうと、和音を弾くとき基本的には外側の音、一番上と一番下の音をより際立たせるように、より重さを乗せて弾きます。なぜかというと、一番下の音はその和音を支えるベースとしての役割を持っていて、なのでそれなりの音量、響きが必要ですし、また一番上の音はメロディーとしての機能を兼ねている場合も多いので、そちらもはっきりと耳に届くように響かせなければいけません。だからといって中の音がおろそかでいいとかスカスカでいいわけではもちろんなくて、ちゃんとハーモニーとしての美しさが成立するようにそれなりの響きは確保しなければいけません。ただ例外ももちろんあって、この内声、中の音が主旋律の一部を担っているというような時にはそちらをあえて際立たせるようなこともあります。でも基本的には外側がより響いている方がバランスが取れた、より心地いい響きに聞こえると思いますね。いずれにせよ、この和音を弾くときにもう思考停止してしまって、とりあえず全ての音が均一にというような弾き方になってしまっては、音楽的な表現が損なわれてしまいます。さあ、では最後3つ目、これまた和音にちなんだ話ですけれども、和音、和声の解決という概念、またその弾き方について。複数の和音が連続して起きるというか、和声が変化しているときに、そこに緊張と緩和、またそれに付随した強弱表現というのが隠れているということ。
つい先日公開したバイエルのレッスンの動画の中で、トニックとドミナントという和音の機能について紹介しました。まあ、ざっと説明すると、トニックは一番落ち着いた安定した響きが感じられる和音、そしてドミナントはそのトニックに戻そうとする和音のことです。そしてこのドミナントの響きの方がトニックよりも緊張感を持っている。なのでドミナントからトニックに進むことで緊張が緩和するわけですね。で、これら2つの和音を弾く際にこの緊張と緩和というのをより表現として伝えるために緊張感のある和音の方をより強調して、そして解決した先の緩和した和音の方は優しめに弾きます。歯のなんかに乗ってるスケールの終わりのカデンツの和音なんかもまさにそうですね。さあ、というわけで、今日は独学では知り得なかったこと3選というテーマでお話しさせていただきました。1つ目がスラーのかけ方、そして2つ目が和音を弾く際の音のバランス、外側を強調するように、そして最後に話したのが和声の解決、緊張から緩和という進行について。まあ、いずれも楽譜上には書かれていない強弱表現に関することでしたね。私が独学でやっていた頃は、まあ、とりあえず楽譜に書かれている情報、音の高さとかリズムとか、そして強弱の指示にさえ従っていればとりあえずその音楽にはなるんでしょうぐらいの認識でしかなかったので、楽譜上に明記されていないけれども読み取るべき情報がそんなにたくさんあるんだなと知った時にはなかなかびっくりしましたね。まあ、ちゃんとピアノレッスンを受けられている方にとっては当たり前の内容だったと思うんですけれども、初めて知ったという方、また現在独学で勉強中という方にとって少しでも参考になればと思います。では、今日はこれで終わります。ありがとうございました。